ジャックの早っ。はいよ。今動画の編集もしていますが、今日は、まだだけどね、もうちょっと経ったら、どうした？あ、これか。動画の音が入っちゃいました。今日は、パパとママが一緒にデュエットをする、ユニット黒岩家というやつで、クリスマスコンサートみたいなやつに出てきます。3曲か4曲だけ歌って、割と早く帰ってくるとは思うんですけれども、喉の調子はもう一つです。ちょっとガラガラした感じあります。そしてこれです。はい、怖い、はい怖い、ギターの頭に鹿の顔がついているのが今日のこれなんてネタネタかな、コスチュームを動物にして森の住人として出てきます。じゃあね、まだ早いけど。こんにちは。ようこそいらっしゃいました、夫婦ユニットの黒岩家と申します。もうそのままです。黒岩という姓を名乗っておりますので、妻の猫です。そして夫の鹿です。これあのクリスマスに合わせて、やったわけではないんですが、ジブリの、曲をたくさん歌いますので、そのイメージに合わせてもののけでやってまいりました。1曲目は、君を乗せて暑いよ。山から降りてきたばかりの、もののけでございますので、ちょっと上がっておりますが、もののけ姫、こちらの方をやらせていただきます。できたところで最後の曲になります。ジブリの、音楽ばかりではなくですね、とてもこのクリスマスに合った曲という意味では松田聖子さんの、雪のファンタジーというのがとても素敵な曲でですね、僕たち2人はあの東京の原宿の合唱団に参加しているんですが、そこには子どもたちがいるんですね。子どもたちが毎年この曲をソロで歌うためにみんな努力しています。僕たちは勝手にギターを弾いて歌えるので歌っときます。ちょっと待ってくれね。はい、すいません。ジャン君、ポンちゃん、
今日はお留守番ありがとうございます。お迎えはジャン君だけやったね。喉の調子が悪いまんまライブに出てきましたが、なんとかごまかしました。ごまかしかい。さあ次は明日もまたちょっとお出かけなんですね、東京の方に合唱団の、もう本当に久しぶりに2年ぶりに合唱団の、なんてお楽しみ会みたいなやつを1時間ぐらいやるのでということで顔を出しに行きます。さあ東京だとねちょっと遠いので、また夕方、夜まではかかんないと思うね、夕方ぐらいかな帰ってくるのは。ということでした。さあいよいよ来ますか。はい、ジャン君やろうか。どうぞ。ジャン君。はい、じゃあゆっくり寝なさい。ジャン君、今トイレ入って走り回ってたでしょ。はい、回ってました。走り回ってるとこは取れませんけど、落ち着いたとこで撮っております。走り回ってこの上とか、ドア開けたり、こっちの方とか、
そう、ちょっと隙間が空いてます。それでこっちの上も上がりました。じゃあファックスの方とかも上がってね、ジャン君で、杉ちゃんも登ってで、ドアも少しだけ開けて